はい、今日の教えて渡辺さんは、これからどうなるアメリカ大統領選というお話をさせていただきたいと思います。10月10日日本時間10月11日アメリカで初のテレビ討論会が開かれることとなりました。まあ、大統領選のテレビ討論会なんですが、6月下旬に開かれたテレビ討論会ではバイデン大統領候補と、そしてトランプ大統領候補との戦いでした。この場でバイデン大統領は老いを見せ、結果的に大統領選への出馬辞退へ追い込まれていくことになりました。そして仕切り直しという形で行われるのが今回のテレビ討論会ということになります。まあ、今回民主党ではハリス副大統領が新たに大統領候補として選ばれました。そしてトランプはバンスという人を副大統領候補として選び、ハリスはワルツという人を副大統領候補として選んだ。この新しい体制での初めてのテレビ討論会ということになります。テレビメディアなどではハリス優勢とか、ハリスが頑張ってるって毎日のようにやっていますが、実は昨日10月9日のニューヨークタイムズの世論調査の結果によれば、トランプ優勢は崩れておりません。トランプが未だ1ポイントリードということで、トランプの岩盤層は全く崩れない。それに対してハリスは伸び悩んでいるというのが現状です。まあ、リベラルメディアのニューヨークタイムズでさえその状況ということを考えれば、実態はもっと厳しいのかもしれません。では今回ハリス氏が選んだワルツ氏というのはどういう方なんでしょう。まずハリス氏ですが、極左の活動家上がりで、サンフランシスコの市長の愛人を務め、そこから司法長官になるという形でのし上がってきた人物です。そこに追加で入る副大統領候補がワルツ氏。ワルツ氏なんですが、長年州兵を務めており、その後社会科教師として中国に34回も行ったパンダハガーの疑惑があります。もともと民主党陣営なんですが、中間派のバイデン氏、前回選挙でどうしても勝ちたいがゆえに極左のハリス氏を持ってきた、この組み立てだったんですが、今回の候補はハリス氏が極左、そして今回、副大統領候補は左派ということで、左派色が非常に強い状況になっています。それに対してトランプ陣営なんですが、トランプに対して、今回選ばれたバンス氏はトランプ以上に中国に対して強硬であり、よりトランプ色が強い方となっています。このため左右に分かれた選挙が行われると想定されるわけです。その上で、もう一人の第三の候補であるケネディ・ジュニア氏、もともと民主党のケネディさんのお孫さん、ケネディ・ジュニア氏なんですが、今回出馬辞退をしまして、トランプ氏の支援に回る、この中間派にあたる部分がひょっとしたらトランプにかなり流れるのではないかという予測がついています。またアメリカ大統領選挙なんですが、51州あるうち7州のスイングステート、選挙のたびに民主党共和党で入れ替わる州、これが選挙戦の行方を握っていると言われています。その多くはラストベルトと言われる錆びついた工業地帯であって、そこの住民たちっていうのはほとんどプアホワイト、貧しい白人たちが中心なんです。黒人やヒスパニックはほとんどおりません。ここに対してどのようなアプローチができるかというのがポイントになり、大統領選を決めると言われています。これまでそのような州で民主党が強かったのは、全米自動車労連など労働組合が民主党を完全にサポートしてきたから。しかし労働者の多くは全米自動車労連などが何もしてくれないという不満も持っている。これをうまくつけるかどうかというのがトランプ陣営の戦いということになってくるでしょう。逆にハリス陣営なんですが、黒人やヒスパニック系極左のグループが活動の中心ということになるものですから、白人をサポートするような政策を出しづらい状況にある。このような状況の中で行われる今回のテレビ討論会、ハリス氏は
トランプを犯罪者であるというような印象操作をするとされております。それに対してトランプ氏は、ハリス氏が難民問題等で何もしてこなかった、そして無能であるというようなレッテル貼りをする選挙を行う可能性が高いと言われています。このような状況の中なんですが、今さらトランプをどれだけディスったところでみんな、うん、知ってるにしかならないんだと思います。逆にハリス氏の場合、清廉潔白を検察官であるということで清廉潔白であるというものを売り文句にしてきたため、逆にネガティブキャンペーンに弱い構造となっています。このような状況の中で開かれるテレビ討論会、テレビ討論会後の情勢調査の結果、楽しみでございます。教えて渡辺さんでした。